孫奮、中国時代劇初主演作を日本初放送。武術界の至宝、翡翠人形を護送することになった孫奮演じるボディーガード。愛する人のため、弱者を救うため、一世一代の計画が始まる。デビュー間もない孫奮の新たな魅力にキュンキュンすること間違いなし。ボディーガード、9月24日スタート。